おはようございます。ドリキンです。今日はね、久々にちゃんとガジェット紹介的なネタで、ちょっと皆さん引っ張りましたが、じゃじゃん、これじゃじゃん今日は予定を変更してこちらのガジェット紹介にします。わかりますか、なんだかこれ。そうです、ドローンです。例のドローンではありませんが、あのね、なんかみんなマビックプロ届いてすごいドヤ動画を僕に公開すること自体はいいんですけど、その公開した動画の URL をわざわざダイレクトメッセージで送ってこないでくれって感じなんですけど、悔しくなって違うドローン買っちゃいましたこれね、これでも知ってる人結構いるんじゃないかな。あのドビーっていう、ドビーゼロテックって会社なのかな。このドビーっていう、あの手のひらサイズドローン、これほんとすごいんですよ。めっちゃほんと手のひらサイズ、この名の通り手のひらサイズで、重さも重量が 199g という絶妙なあの 200g 問題をクリアしているから、まあ、開封いらないよね。例によってこうパッケージとかバッテリーの充電器とかで、これバッテリー入れて 200g 切ってるから素晴らしいんですけど、ちょっと虫っぽいんだけどね。こう足を開いてカメラここについてて、カメラ実はね、こう微妙に角度がちゃんと変えられて、これ目的は結構セルフィーを撮るっていうのが売りになってるから、1300万画素なので、で、静止画だと 4K、 動画はなんか一応 1080 なんですけど、なんか手ブレ補正を切ると 4K も撮れるかもみたいな、ちょっとまだ完全に把握してないんですけど、まあ 4K の動画いらないかなって感じなんで、まあ1080でそこそこね撮れる。あと一応ジンバル的な、ジンバルっていうか光学テーブル補正的なものも入ってるような、いないようなクオリティは後で実写で見てもらった方がいいんですけど、で面白いなと思ってたのは、面白いなっていうか今時だなと思ったのは、この充電、このチャージャーについている、これ普通で考えればこれ USB でチャージできるやつで、まあここマイクロ USB ですよね。なんだけどこれ USB-C、 まあどっちの向きでもさせるっていうぐらいのメリットかな。ここにね USB-C マニアックな USB-C マイクロ USB アダプターっていうのが本体に同梱してるんですよ。その理由は、これを USB-C をマイクロ USB に変換することで、このドビー本体の USB 端子から、PC につなぐことでこのストレージを、取り込める。もうだったら最初からこれをマイクロ USB で良かったんじゃないかというツッコミはなきにしもあらずですが、将来的に便利になることがあるかもしれないです。まあ飛ばしてみた方がいいですかね。もう鋭いリスナーの方は気づかれたかと思いますが、これ分かりますか、ここら辺にすでに傷がついてるの。あと羽が若干もう傷ついてる。そしてなぜ僕がここに絆創膏をしているのか、昨日ね、もう実は買って、外で飛ばすの待ちきれなくて、家の中で何度か飛ばしたんですけど、やっぱね室内難しいんですよ。やっぱちっちゃいドローンって操作シビアで、これもねでもすごいよくできて、これ分かります、この裏側にここ、超音波スーパーソニックセンサーっていうんですか、なんか下にこうなんかこうビーム出して測定するやつと、あとカメラで位置測定をして、 GPS ちゃんとね、室内モード屋外モードってあって、屋外モードだと GPS 使って飛べるんだけど、屋内でも GPS なしでもこの辺のセンサーを使ってなんとか姿勢を維持しようとするんだけど、バーって上げた時に安定はするんだけど、少しでもこう操作すると結構そこまんま流れていっちゃうことが多くて、もうすでに3回ぐらい壁クラッシュしてますけど、意外と丈夫。1回ここで軽く飛ばす様子を見せつつ、ちゃんと外で飛ばしたいかな。こんな感じで骨鳴って、こんな感じ、結構安定してるでしょ。分かんないと思うけど、
あの右に左に向くとちゃんとトラックしてくれるっていう。結構ねちゃんとトラックしてくれますよ。後でまたベッドやりたいけど、これ今僕何も操作してないんですけど、あのほらわかるかな、勝手に向きが微妙に変わってるっていう。普通にでこれね手のひら、音うるさいけど手のひら着地ができるんでちょっとやってみようと思います。これだけで充電し続けられるのめっちゃ便利な気がする。これとこれだけ持っていけばいいから。いやドリーすごいわあれ。ちょっと練習したんで、実際外で、飛ばしてみようと思います。さあじゃあいざ、シャキンシャキン、ちょっと飛ばしてみますよ。おーめっちゃここ気持ちいいな。ちょっと風が怖いのといきなり海は怖いけど、ちょっとあんまり無理しない程度にこのドビー飛ばしてみたいと思います。さあやべやべやべ、飛んでっちゃった、帰ってこない。すごい、こいつちゃんと電波切れたら自分で帰ってきました、何もせずに。見えるかなこれ、なんか今日スーパームーンで月がめっちゃ近いんですよ。やっぱこうなったらですね、これでしょう。この暗所撮影の性能チェックも兼ねてちょっとドローンをもう一回飛ばそうと思います。どのくらい夜間でドビーが使えるか。えい、大成功なんじゃないでしょうか。撮影した映像がどうなってるかちょっとわかんないけど、とりあえず飛行はかなり安定してました。ということで、もしこの番組、こういうネタメインですけど面白かったら、ぜひチャンネル登録といいねボタン忘れずによろしくお願いします。最近これ言うの忘れてたらね、あんまりいいねチャンネル登録がもらえなくなった気がするんで、皆さん忘れずにチャンネル登録、多分ね番組の終わりの側に僕の顔がどっかここら辺出てくると思うんですけど、そこからチャンネル登録ができるようになってるんで忘れずにお願いします。